こちらへ。名護警察より警察官、名護警察より警察官、道路に壁を踏み込みます。道路交通の妨害があれば最近警察官の審査で起動することがあるので政権、多分一時的だったらいいんだけど、そこの伸ばす筋が切れてるかもしれない。わかんない。これ引っ張らされてくる。ここを突っ込んだんですけど、ここを やって、うちはこっちにいたかったから、ここを集中してないけど、ここをやられたらわからなくて。無理やりたくしてくれた。無理やり。けが人一人、他にありませんか？けが人一人か、病院に行きます。病院診察で行きます。怪我した人は一緒に来てください。車で運転できるので名護警察から警告します。怪我さんも大丈夫？怪我されたんですか？足がない。こちら怪我した人、これなく病院で診察を受けます。診察まで行くけど転ばされた。どんな時に拘束されてるところをどけようとしたら突き飛ばされてから。ああ、なるほど。拘束するなのに勝手に。娘さん怪我した。何言ってこない。強く倒すよ。また倒れておじいげんたらさ、助けるほうでしたから乗ってみた。乗るなって言ってた。警報も出るのにはこれ、なんていうかな、法律でこうぐっと力を込めていたら、スピード帯も切らかしたんですよ。そこ引けなかったんですけど、ここの手をいろいろこう、引っ張ったりしてたんですけど、じゃあここがあまりにも痛かったもんだから、右手は気がつかなかったんですけど、そのこう、排除された後、ですね、右手の、これは薬指が、伸びなくなってしまってます。で、多分、リハビリの仕事をしているので、ここは心筋といって指を伸ばす筋肉があるんですけど、はちょっと断裂している可能性があるので、一時的に強い圧迫がかかって麻痺が麻痺している可能性もあるので、それだと まだ一時的なものなので、時間が経てば大丈夫なんですけど、そうじゃない場合はちょっと時間がかかってしまうかなと思います。心配かけます。今から中止して発揮させてます。警察の写真が撮ったの。左薬指の靭帯を切っている可能性が高い。右薬指の靭帯裂傷の可能性が高い。指が曲がらない。伸びない。少し診察する以上病院に送ります。巡回者から怪我人を病院に送ります。じゃあ、2人。女性の方は左、左で裂傷を打ってます。一人じゃない。傷を打ってます。ああ、なるほど。まず病院で診断をしてください。正式に診断書をもらってください。軌道体、写真撮ってるか。ありがとうございます。撮ってある。曲がってる。ちょっとね。何のまだ。平然となるので何のまだ。また何かね。また何か。何だ。これを抜かそうと思ってここ右手を一瞬引っ張りされてたんだけど、その時に私はこっちが痛いもんだからここばっかり気にしてたんだけど、左手をこの、そうそうそう、だけどこっちをやられてしまって、気を付けが剥がそうと思ってこっちを。あ、こっち掴むしかないから、あっちこっち引っ張って。当たりともみ合いとなって。そうそうそう、多分その時にだと思うんだけど。これは薬指か、こっち。薬指の、これ伸びないんで。こいつ。心筋ってやつが。お名前は聞かせていただいてもいいですか？書かないでよ。安です。安。じゃあ、安さん。はい。おいくつですか？年齢は大丈夫です。49。名前載せないで。あ、名前、はい。家族を心配して。名前よりもですね、ご住所のどちらの方富城。富城ですね。ここにね、座り込みされたんです。
ジャスさんの思いっていうのは何ですか。今それ関係ないよ。怪我されたことが関係あるの、うん、あなたどこどちらの。あ、赤方です。あ、赤方。まだ後で話します。ちょっと病院です。今から病院行ってます。だから結構痛い。早く。いや、痛みないんですよ。だから危なくなるからちょっと分からない。あの救急車とか呼ぶ。あ、大丈夫。あの手だから救急車呼ぶ必要ないんですよ。左手は大丈夫です。左手は大丈夫。これはレストだけだから大丈夫。右手ですし。おかしい。おかしい。あ、これはこれはね、私がこれ、私があのバンバンに腕突っ込んだんです。で、そしてグッてやったら、ほら、ここが大きくなるから抜けないもんだから。向こうは一生懸命怪我させないようにいろいろやってたんだけど、時間が経ったら向こうも焦ってきて、あちこち引っ張って。しかも10名以上ぐらい使ってるからね、はい、もうこれに収めたら、これが本人ですよ。これが本人。あ、本当だ。これがこの人が本人。あ、合ってるでしょ、うん、分かんないけど、まあ、この人は私が後で捕まえた人だから、ああ、他が分からん。見て、島ぐるみ那覇1号車、島ぐるみ那覇1号車、名前も言わない。どうぞ拍手で迎えてください。家族が心配するので名前書かんでください。